で、サクスペやっていきますということで、メンテ開けましたんで、はい、見ていきたいと思います。で、おやつが今週からスタートで、プラチナが実装という感じになっております。で、合わせて、水着浴衣ガチャ、まあ夏ガチャみたいな感じですね。で、PSR が、1,2,3,4,5 回まで確定なので、うん、まあ悪いガチャじゃないかなっていう感じですね。水着の水木とひじりとかは、まあ今前線で結構大活躍してますので、まあただあれですよね、狙いのキャラが出るかどうかっていうところがまあネックなのかなっていうのと、まあ多分ね、おやつがいっぱいもらえるんで、まあ3、4に関してはプラチナが1枚ずつもらえるってことなので、この PSR もし外れが出た時に、まあミキサーで回してくださいねっていうような感じのガチャだと思います。で、当たりはまあこの2人ですねっていう感じだと思います。はい。で、 56% なのでほぼほぼこいつらが出るガチャって感じですね。で、なんか来週ですね、まあ来週9時だっけ10時だかまでのメンテだったので、まあなんか来るんだろうなっていう感じのやつではあったんですけど、なんとパワーアップがパワープロの日直前、もう直前っていう感じなので、もういろいろ来ちゃうかもしれないですね早い。でも、もう速攻、多分8月は全部パワープロの日関係になりそうな感じは結構あるので、この感じだと、はい、まあ無理せずというか、はい、まあそれぞれのペースでやれたらいいのかなっていう風に個人的には思っております。で、強化がめちゃくちゃ嬉しくて、まあ、レベマと、いいやつ30回全シナリオ合計ですね。はい、まあ、前回のやつ、先週やってたやつのいいやつバージョン、いいやつめっちゃ嬉しいですね。モテモテよりいいやつの方が。で、レベマもあるし、強化がなんとパワーコー、暁、円卓、シラス、天空、ダンジョンということで、はい、シラスが来た、やっと来たよ。はい、待ってましたね。まあ多分フリートのキャラとか使ってシラスやりたいみたいな人、まあ縦足とか結構戦力低いので、船長ループしやすかったりとかね、結構適正キャラがフリートキャラ多かったりするので、結構やりたかった方多いんじゃないでしょうかということで、はい、って感じですね。で、まあ1万点まだ超えてない高校とか、まあ、円卓強化とシラスは PG 作れるので、うん、まあその辺ですね、やるとしたらっていう感じにはなると思います。まあ他は、まあ、1万点の消化とかに使えればいいかなっていうふうには思います。はい、って感じですね。うん、円卓強化とかが未だにできるのはね、ありがたいですよね。アプリとかだと終わっちゃうと全然できなくなっちゃうんで助かります。はい、いいやつ30回、いいやつは本当嬉しい。フリートとか本当どんだけ早く評価上げれるかみたいなところあるので助かります。あざーす。はい、あ、天才5個と招き20個みたいですね。あざーす。なので、初回天才だとデッキ試せなかったりしますけど、これだったらまあ任意で、はい、5回天才使いますよっていう感じになりますね。ありがとうございます。で、パワーアップ限定チャレンジっていうのが8月からいろいろスタートするみたいですね。ほう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 、まあ、このタイミングでお知らせしたってことは、まあ大々的になんかいろいろやりますよっていうことなんだと思われますって感じですね。はい。で、誰出るんだろうこれ。あ、いたいた、20キャラ。沖野います、カジいます、立橋います。あ、フリート勢出るので、まあ 56% ほぼ上の方なので、まあほぼほぼ出ないとは思うんですけど、この初回の1回とかねで、まあ何かしらぶち抜くっていうのはやってもいいかもしれない。うん、その後もバナーになっちゃうので、初回引いてフリートを狙うっていうのはまあ悪くはないのかもしれないですねって感じだと思います。はい。で、なんだっけ、累計でプラチナ1枚発見したけど、チャレンジとかでもらえんのかな。もらえません。そんなこったろうと思ったよ
そんなこったろうと思ったよね。ガチャ引いてくれってことですね。うん、ここ1枚しかもらえないので、うん、そうだね。そんなこったろうと思ったわ。はい、なのでまあ割といつも通りでいいのかなっていうふうに思います。そんなね、引けるもんでもないのでミキサーで、うん、なのでまあしっかり累計だけ集めといて来週に備えるのがいいのかなっていうふうに思います。ガチャ無理して引く必要ないと思うので、はい、そんな感じです。以上でございます。だろうね、1回ぐらい引かせてくれてもいいかなっていうふうには個人的には思うんですけど、はい、まあそんな感じみたいですね。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さん、ピースの日をお過ごしください。バイバイ。